皆さんこんにちは、 WA の内田です。横浜隼人卓球部の育成方針に迫るシリーズもいよいよ最終回のパート4になりました。岸先生にお話を伺ったパート1、2に続いて、前回は中学を担当されている仲間先生にも育成秘話をお聞きしているので、ぜひそちらもご覧ください。今回は仲間先生から見た怪我をしやすい選手の特徴の質問からをお届けします。どうぞお楽しみください。あとはその、怪我とかの困る部分っていうのはたくさんあると思うんですけど、こう先生目線からこういう選手は怪我をしやすいなとか体調崩しやすいなとかっていう、なんか特徴みたいなのってありますか？共通点。そうですね、特徴、やっぱりフォームが、うまく、いってないというか、ちょっとなんか無駄なところに力が入っているこう、だったり、フォームが、いらない筋肉を使ってるとか、無駄な動きが多い選手とか、そういう選手はやっぱりちょっと怪我しやすいのかなって思ってたりとか、あとはそのやっぱり細い選手というかですかね、そういう選手は怪我しやすい、特にその細いのに体を無理して使っている子とかはちょっと怪我するかもねとか、特にやっぱりその打ち方なんかもちょっと気にして見てて、もうちょっとこういう打ち方した方がいいんじゃないかとか、その怪我しやすいからフォームを変えようではないんですけれども、ちょっとやっぱしっかり合理的に振れるようにしていかないと、無理が出てくると中長期的にも怪我につながったりすると思うんで、そういうところはちょっと見てますかね。確かにそうですね、フォームとかの問題、筋肉の体の使い方とかっていう部分は、トレーナーも介入を、できるというかしないといけない部分ですし、その、フォームとかの卓球のもう直接技術に関わるところは本当にコーチとか監督とか先生の、担当する部分かなとは思うんですけど、そこをやっぱりこうトレーナー視点とかその卓球の指導者視点とかでみんなでこう合わせてこう話し合いながら良くしていくっていうのがすごい大事なのかなっていう、多分どっか一側面からだけだとなかなかうまくいかないと思うんですよ、ね、そうですね、はい、そこを協力する体制みたいなのも、こうスタッフがそれが重要なのかなっていうのを感じました、確かにそうですよね、フォームが悪いからって言って必ずしもその怪我するかって言ったらそうじゃないでしょうし、そのなんか卓球してる人から見るフォームの悪いっていうのは実はその筋肉の使い方だと意外と悪くなかったっていうのも多分あると思うんですよね。だから僕もそこら辺はちょっと詳しくわからない部分もあるんで、勉強しないといけないなとは思ってます、僕もぜひそういう話はたくさん聞かせていただきたいですあと怪我の特徴的な部分でいうと、これはもう僕の卓球的な立場というよりはトレーナー的視点なんですけど、体の細い子、要は筋力のない子って、やっぱり下半身からの力を上半身とか、腕に伝えられないとか、こう無理して振っちゃう、力めっちゃ入れて振っちゃうとかっていうのがあるんで、肩とか肘とかすごい痛みやすいなっていう印象があるんですね。これは別に数値的にデータ出てるとかじゃないんですけど、で逆にその筋力とかあってすごい体格 のいいタイプの子は結構腰とか膝とかそっちの方を怪我するっていう場合がすごく多いなっていう、僕のこれはすごく勝手な肌感で、すごいそういう印象は持ってるかなっていう感じなんですけど、そこは特には指導者目線としては特にはないんですか、そういうところは。そうですね、タイプ分けというのか分かんないですけど、はい、でも確かにどうだろうな、首が痛い、上半身と下半身そういう目線であんまり見たことがなかったのでやっぱりこれは見る部分の目線のあれなんでしょう、はい、多分違いしてるからそこになるんだと思うんですけど、でもそういうなんか特徴、どこで特徴を見るかみたいなところの視点って多分人によってすごい違うと思うので、ぜひそういうところちょっとお話をいろいろさせていただけたら、嬉しいな。そうですね、ちょっと私も今話聞いてちょっとそういう視点もあるなってちょっとこう一つ勉強になりましたね、ありがとうございます、そこはちょっとまたお願いします。はい、ぜひお願いしますじゃあ今こう怪我っていうマイナス面のマイナスをこうゼロに持っていくみたいな、元に戻すみたいな
話が多いかなと思うんですけど、この卓球の動きを鍛えたいっていう中でこうプラス面というかこうもっと強くしたいっていう部分とか、うん、特になんかチームとしてありますか？最近やっぱり思うのは、まあ、ラリー力をちょっとうち今強化したいとチームとして考えてるんですけれども、はい、でラリーに強くなっていくためにはやっぱりこうブレない体っていうのが必要になってくるんですけど、どうしてもそこの、まあ、体幹の強さだったり、はい、まあ、足腰の強さだったりっていうのが、まあ、ちょっと少ないのかなっていうのは感じてて、結構そのラリーが続くとどうしてもこうヨロヨロっとこの軸がブレてしまうっていうケースが多かったり、もうフォア側に動いたら今度もバック側には動けない、あるいは動いてももう棒立ちになってただこう当てるだけになっちゃうみたいなのが結構あったりして、そこの部分をどう強化していくかというか、まあ、強化できればいいなっていうのを、はい、ちょっと思ってますね。ラリー力っていうところに課題が出ると、僕今一つ高校で指導させていただいてる場所があるんですけど、そういうところでもこうやっぱりラリー力を上げたいっていうところに対して、うん、フィジカル面からの取り組みをするっていうのはすごく多いなっていう、そこをやっぱ課題点として上げる、うん、上げられる学校とかはすごくそのフィジカル面の取り組み方も結構変えていってたりとかするなっていう印象がありますね。あとうちがちょっと前に取り組んでたのはその股関節の可動域をこう広くしたりとか、うん、その股関節を効果的に使って少し威力のあるボールを打てるようにするみたいな、はい、まあ、そういったところもちょっとトレーナーさんにお願いして股関節どうやって動かしたらいいですかねみたいなアドバイスもらってちょっとやってたんですよね。めちゃめちゃ股関節は重要なので大事ですよね。まあ一番と言っても過言ではないぐらいやっぱり重要だなとは思うので、めちゃめちゃなんていうかそこが逆に そういう視点が合致するのはすごく僕としても嬉しい、はい、指導者の方がそこをそういうふうに大事に思ってるなと、ところを再確認できるっていうのもすごく嬉しいなって思います。僕としてね、トレーナーさんからそう言われて、あ、僕も間違ってないなって、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、で中学の方で、はい、あえて聞くとすると、その歴代のこう指導したテンションの中で、まあ、中学生の時、まあ、高校まで一貫だと思うんですけど、あえてまあここは中学のところで、中学生の時に生活面とか、なんか、まあ、生活面の意識が高いとか、フィジカル面に優れてるなっていう子で、それが競技力向上につながってたなっていう選手とかがいれば教えていただきたいと思います。そうですね、うちの卒業生でいうと、まあ、生活面、まあ、うちは本当学校なんで学校の授業とかも、はい、僕らがもう見に行ったりだとかそういうのもありますし、っていった中でいうとやっぱり笹尾選手、多分同級生、高校に続き出てきましたね。そうですか。はい、はい、笹尾選手がまあ特徴的ですかね。はい、私も彼女の、まあ、授業担当としてですね、授業をやってた、はい、こともあり、まあ、教室で授業をして、はい、体育館で練習を見てっていう形であったんですけれども、やっぱり彼女のその卓球の取り組みもすごいんですけど、はい、まあ、授業とか、まあ、すごいやっぱりいろんなことに興味を持って、はい、まあ、人の話をよく聞いてるというか、まあ、その面白いなって思う視点とかもすごい、いろんな角度からこう物事を見れて、でやっぱりそのなんか授業をなんか退屈そうにしてないんですよね。なんかこう今日はどんな新しい話が聞けるんだろうみたいな、はい、まあ、そういう姿勢で、まあ、授業とかも聞いてて、もちろんその卓球もそうなんですよね、まあ、いろんな人がやっぱり彼女にこうアドバイスをしたり、はい、まあ、いろんな方が来ていただいて、まあ、講習会みたいなのにやってもらっても、うん、やっぱりすごい、あ、この人はどんなことを教えてくれるんだろうみたいな、こう前向きな姿勢で取り組んでるので、やっぱその姿勢でいろいろ試してみる中で、まあ、自分に合うもの合わないものを選んでくるっていうのが、まあ、すごいうまかったなというか、そういった姿勢はすごかったなと、私がイメージする中で一番、はい、彼女ですね。僕もその、まあ、大学同級生っていうのもあって、僕はその大学の頃から少しずつちょっとトレーナー系のことを始めていたので、
そういうなんかトレーナー面でのサポートとか、まあ、同級生ながらやらせてもらったこともあったんですけど、うんうんうん、そういう時も所詮やっぱり学生トレーナーというか全然まだ経験も何もない状態のトレーナーだった僕で、卓球も向こうの方が全然強いみたいな状態だったのに、僕がこういろんな話をする中でタカが僕のアドバイスをすごくなんかちゃんと聞いてくれるというか、うん、自分に取り入れようとして聞いてくれるなっていうところはすごくあって、うん、なんかすげえやつだなっていうそこで、ね、もうやっぱり思いましたね。そうですね、まあ聞く力がすごいというか、はい、そういうところが本当にあって、まあ話してるこっちもやっぱり、まあ、気持ちよく話ができるっていうか、はい、まあ逆にその、まあ、勉強不足なところがあればなんか彼女にね、もっと良くしてあげたいなっていう気持ちが出てくるような子だったなと思いますね、はい。すごい、笹はベタ褒め会なのでここに入れて絶対これ見させようと思いますそうですね、本人に私も多分言ったことはないかなって思うんで、まあ、こういうなんか全然自分いないところで言われると嬉しいですもんね、はい、まあ、そうですよね、はい、自分のことがこんなところで話題に出てるかと、はい、笹を見とけばっていうようなところで、じゃあ次が心技体、まあ、それぞれに対してこう、うん、成長のきっかけっていうものが、うん、まあ、特に学生とかすごくいろんなところにあると思うんですよ、うん、中学生とかも何かの出来事をきっかけに一気にもう加速度的に変わってったとか、うん、そういうのはあると思うんですけど、なんかその中学生に対してきっかけ作りみたいなところで意識されてることとか、なんかアプローチの仕方あればお聞きしたいです。そうですね、心技体、まあ心の部分はちょっと先ほども申し上げたような、やっぱりそのチームのために頑張ろうっていうのがその小学校から中学生の変わり目のところで多分心の成長に結構つながっていくのかなと思うんですけれども、あとはそのもう中学生なんかは夏の大会だけでもすごいやっぱり成長していくんですよね、うん、一つの大会を経て特にやっぱり、うん、団体戦で勝ったとか、厳しい試合をものにした、うん、そういったところでなんか、まあ、あ今の試合すごい良かったの、まあ、こういうところが良かったぞっていうのをしっかりその良かったところで背中を押してあげる、うんうん、っていうのをやるとやっぱりどんどん自信をつけていって、結構、まあ、強くなっていく選手が多いのかなって思いますね。なんかめっちゃド緊張してたのに、うん、一戦こうフルセットジュースの試合を勝って、うん、もう次の試合別人みたいなそこからどんどん強くなってって、はい、めちゃくちゃ多い話ですよね。そうなんですよね。選手時代のことを思い返してもそういう場面あったなって、うん、自分でも思うし、それはいろんな選手見てても絶対そうだよなっていうのがありますよね、はい、そこでこううまくその後引き立ててあげるというか、はい、まあ、調子に乗らせない乗らないようにまあまあそうですね、っていう範囲内でちゃんとそこをうまく持っていってあげるっていうような、はい、なんか工夫なんですか、はい、そうですね、まあ、あとはちょっと、まあ、人を選んでというわけじゃないんですけど、はい、今おっしゃってたような、まあ、その選手の中にやっぱりこう自分で勝手に盛り上げられる選手と、はい、まあ、そうじゃない選手もいるんで、本当に勝ってそれこそちょっと天狗になっちゃうような選手には、うん、まあ、ちょっと油断するなよということを、はい、まあ、声かけをしてあげたりだとか、うん、逆にすごいおとなしい子というか静かな子とかは結構、はい、すごい良かったからもっともっと自分盛り上げてやろうねって、はい、もっと自信持ってやっていいんだよみたいな、そういう声かけを、まあ、うまく選んでやっていったりはしますね、はい、これ最後の質問なんですけど、はい、小学生、やっぱり中学の先生とかでやってると、はい、小学生をこう子すごく強いなとか、うんうんうん、いいこれから成長しそうだなっていう選手にこう声かけたりとかすることもあるかとは思うんですけど、うんうんうん、そういう時に小学生に声をかける、まあ、親御さんだったりクラブチームの監督だったりすると思うんですけど、はい、その難しさってあったりしますか、どういう声をしたりかとか。はい、うちの部はまだ寮ができてから、今年で2年目。そうですよ、僕が前来た時はなかったので。なかったんです、はいはい、なので結構やっぱ選手勧誘っていう点でいうとなかなかまあ難しい、そもそも県外の選手に声をかけるっていうのが正直難しいところであったので、はい、あまり、まあ、今まででいうと県内のクラブの、コーチの方が
逆に、まあ、こういううちにこういう選手がいて、うん、ハヤトでちょっと練習させたいとか行かせたいんだけどどうかみたいな、うん、まあ、ありがたいお話いただいて、ぜひ預からせてくださいっていうケースもあったりだとか、うん、あとはその県内の子でもすごいいい子がいて、まあ、ぜひ来てくださいっていう話を、まあ、させていただいた時もあるんですけれども、うん、もう多分一番うちがしんどかったのはやっぱりその他県県外の子になかなか声をかけない、うん、物理的にこの来てくださいって言っても、はい、いやもう通えないですとか、はい、物理的にもうちょっと遠すぎますっていうので、うん、やっぱり断られちゃうっていうのがかなり、まあ、しんどかったですね、うん、逆にその物理的なこうハンデというかこう弱点を、はい、さっきおっしゃってたあの合宿を月1回以上やるとか、うん、そういうところでなんかこう結束力が高まったりとか、はい、そういうハヤトならではの魅力に逆につながってる部分もあるのかなみたいな話って感じるんですけど、はいはいはい、そんな感じはします。そういうところってそうですね、結構あのうちがその合宿を、まあ、多くやり始めたきっかけの一つとしては結構その通いの制度で家から遠い子がいると、はい、家から学校まで本当1時間半以上かけて来る子なんかは逆に合宿をした方が夜いっぱい寝られるみたいな、確かにそんなこともあったりして、はいはい、まだそこは合宿の、まあ、メリットであったりとか、うん、まあそうですね、うん、まあ逆にその、まあ、通いの子なんかは、まあ、ここで生活をして、まあ、ちょっとこう家に帰ってリラックスする時間があるっていうのも、うん、中学生とかにとっては、まあ、ガス抜きができる時間もあっていいのかなとちょっと思ったりもしてます、うん、確かにそうですね、はい、すごいこう難しいというか普通だったらこう弱点にそこがこうチーム作りとしての弱点になりうるかなっていうようなところをこう逆にチームのいい文化作りにつなげていっているなっていう印象がすごく話しててあるので、それが横浜隼人のこうずっと県外から人を集めるの難しいのにずっともう強いじゃないですか、その秘訣というか一つのポイントなのかなっていうところで、それをあのそういうチームってでも実際多いと思うんですね、物理的な条件が厳しいとか、はい、そういうチームでもすごく参考になるあの取り入れていける話なのかなって思ったので、はい、すごく勉強になります。とんでもないです、はい、まあ、うちのやり方がねいいのかどうなのかちょっとわからないんですけど、うん、まあ、本当に我々も日々勉強しながらというか、うん、まあ、手探りの中で、まあ、子どもたちにとって、まあ、どういうことが一番良いかを考えながらやってるところですね。多分時代が移り変われば今の常識も非常識になるんでしょうし、はい、その時々でいろいろ変えていかなきゃなって思ってる部分もありますけれども、はい、まあ、今おっしゃってくださったような、まあ、いい伝統というか、はいはい、そういうところはしっかり残していきたいと思ってます、うん、はい、これちょっとあの最後僕の質問というか僕がもう単純に興味があるので、はい、これ岸先生にも聞いたことなんですけど、うん、あのトレーナーにトレーニング、うん、コーチとか、まあ、ケアするトレーナーの方でもいいんですけど、はい、トレーナーに求める能力のこう優先順位っていうのが何か中間先生の中であればお聞きしたいです。そうですね、まあ、トレーナーさんやっぱりその卓球という競技を知ってる方にやっぱりそのトレーニングとかきちっと見ていただきたいなっていうところと、うん、あとはやっぱりうち、まあ、うちの部で言えば、まあ、女子の部なんで、やっぱり女子選手の扱いに慣れてるっていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、うん、コミュニケーションをちゃんと取れるとか、そうですね、信頼関係を築けるみたいな、はい、まあ、そういった例えばその特に中学生の女の子とかだとやっぱり大学生の男子とは全然違うような声かけが必要になってきたりすると思いますし、結構難しい年代でもあると思うので、うん、まあ、そこら辺の、まあ、中高生の女の子に慣れてるというか、うん、話とかも結構している人とかだとありがたいなというか、うん、そういうふうに私は思いますね、はい、やっぱりさっきあの岸先生とお話しさせていただいた時も、はい、あの少し出たんですけど、トレーナーとしてその情報を伝達するとか、まあ、その学生とちゃんと信頼関係を築くような会話ができるとか、それって正直トレーナーの知識的な能力じゃない部分じゃないですか。あ、そうですね、でも
そういうところがやっぱり本当に重要というか、実際現場に立つってなると、うんうん、そこがめちゃくちゃ重要だよなっていうのは、うんうん、もうトレーナー界でもやっぱり先輩に言われたりとかも僕すごく最初してましたし、うんうん、そこは今でも自分としてもコミュニケーション取り方とか意識する部分なんですけど、やっぱり知識とかやる内容とかだけじゃなくて、そこがすごい重要なんだなっていう、うんうん、もうこうやっぱりいろんな方と話して、超あのマザマザと感じます。はい。まあ、やっぱトレーナーさんはもうその道の正直私としてはプロだと思ってるんで、はい、まあ、そういった、体を動かす知識だとか、まあ、トレーニングの手法だとかそういったものは多分、ね、皆さんお持ちだと思うんで、やっぱりそこの差別化というか、うん、まあ、じゃあどの方にお願いしようかなって考えていくと、やっぱりそこの差というか、うんうん、そのコミュニケーション的なところで、まあ、本当にうちの自分たちの自分の選手が本当に懐いているというか、うん、で信頼を置いていろいろ教われる人なのかなみたいなのはやっぱり気になりますよね、うん、1個目に言われてた、はい、卓球を理解してるみたいな部分も、はい、ただ単純に卓球の動きを知ってるとか、うん、卓球でこういうトレーニングをしたらいいっていうことを知ってるっていうだけじゃなくて、うん、その文化的な卓球という競技の文化的な背景ってあるじゃないですか例えばアメフトとかラグビー僕関わったことあるんですけど、はいはいはい、そういうのってもうトレーニングゴリゴリみんなで行くぞみたいな、うんうんうん、そういうやっぱり雰囲気なんですね。でもやっぱり卓球ってもっと個人競技だし、すごく全然別の背景を持っているところがあって、うんうんうん、そういう文化的背景にちゃんと対応できるかどうかっていうのが、まあ、卓球の経験が自分がやってたかどうかっていうのはまあ抜きにしても、はいはい、やっぱりそういうニーズというか、うんうん、背景の理解みたいなところが重要なのかなっていうのを僕としても感じていて、はい、そこら辺がすごくあの聞いてて、うんうん、やっぱりそこだよなっていう、はいはいはい、ふうに感じますね。多分他の競技とかだと今日はトレーニングの日みたいなのがあるのかなって思うんですけど、はい、卓球の競技特性上やっぱり打球しない日ってないじゃないですか、うん、そうですね。多分トレーナーさんの観点で言うとトレーニングをする日、打球をする日みたいなの、うん、まあ、もしかしたら人によって分けた方がいいって考えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、やっぱそこは卓球の文化的に練習をしてトレーニングをして終わるみたいな、ちょっとやっぱりそういう部分もあると思うんですよね。そうですね、特に学生は本当にそうですね。そうですよね。社会人とかプロになるとまたあのトレーニングだけの日とか分けたりとかするんですけど、はい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 、学生はやっぱりこう打球練習がもう前提にあるっていうものなので、うんうん、本当にそこの中にどうやって入れ込めるかっていうところが重要になってくるかなと思います。そうですね、うん、そういう、まあ、いろんな人の目線でこう話を聞けると、はい、私も勉強になるんで、はい、ありがとうございます。ありがたいですね。はい、今日は、中間先生にいろんなお話をさせていただきました。で、僕がすごく感じたのは高校と、まあ、中学でこう岸先生にもお話を伺って、その中でやっぱりあの今回ほとんど同じ質問が多かったと思うんですけど、その中でもやっぱ共通する部分とこう違う部分、中学生ならでは高校生ならではっていう部分も結構あるなっていうのを多分感じたと思うんですけど、僕は感じていて、そういうところに対してのそれぞれのアプローチ方法とかがものすごくもう僕としても勉強に今回なったので、多分これを見てくださってる方もそういうところ感じる部分はたくさんあると思うので、あのぜひ一緒にこう参考にしつつ成長していけたら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。二章メソッドではスポーツに必要な怪我予防、競技力向上を目的とした内容を発信していきます。トレーニングだけ、ケアだけではなく、それらを総合的にスポーツに活かせる方法や考え方を一緒に学んでいきましょう。